いたします。お待たせいたしました、これからバイクフォーラムを始めさせていただきたいと思いますが、先にちょっと業務連絡をさせていただきます、このバイクフォーラムの後2時半からカフェ株コンテストがあります。皆さんに投票していただいた株のコンテストの表彰式があるんですけれども、まだ帰らないんですけど、 T シャツが欲しくてゼッケンをあちらに渡してしまったりするとですね、そのちょっと選ばれているかもしれないというのがまずあるのと、その後のじゃんけん大会にも出れなくなってしまいますので、もしまだ帰るつもりじゃなかった方は、ちょっとあの本部の方にお申し出いただけたらと、あの他の皆様もちょっとお気をつけください。はい、では、大変お待たせいたしました、本日は第15回カフェカブミーティング in 京都、ちょっとスペシャル版ですが大津でやらせていただいてます。皆様ご来場いただき誠にありがとうございます。今回はありがとうございます。私進行を務めさせていただきます下館愛と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今回のですね、バイクフォーラムでは、8月に60周年を迎えるスーパーカブにちなみまして、スーパーカブ60年に隠されたエピソードといたします。ゲストはホンダ技研工業にて長年スーパーカブの PR 活動を担当されている高山正幸さんです。高山さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は暑い中、ここ大津まで来ていただきまして、本当に感謝いたします。今年もですね、あのスーパーカブ、60周年という年にちなみまして、私が持っているあのこのマルマンさんのスケッチブック、これも60年バージョンなんですね。でちょっとここでですね、忘れないようにちょっと暗記を書きましてですね、今日はスーパーカブの60年に、まつわるお話を、まあ、約30分程度、皆様とともに、進めさせていただきたいと思います。暑い中ではございますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではスケッチブックを私の方でお預かりします、はい、さて高山さんご自身も、はい、あの株と同世代といいましょうかですね、はい、私あの秀樹五郎ひろみといった同じ世代なんで、今62歳です。でもうすぐ63ですから、株よりも3つ年上といった形になります。はい、さらに親しみ深い感じがあるかと思いますが、今日は高山さんがご自身でですねスケッチブックに書いてきてくださいました。ちょっとね、あの下手くそなんですけどね。まずあの、第15回、カフェカブパーティー in 京都、開催おめでとうございます。ありがとうございます。
主催者の、中島さんが、今後奮闘いたしまして、京都の梅小路公園が今ちょっと取材受けで使いませんので、昨年からこの京都に一番近いところで、株の方々を集めたいということで、この会場をですね、接種して、使わせていただくことになりました。はい。でまずは60周年の仲間たちと、まあ、会場にもですね、60歳の方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、さまざまな60周年の仲間たちがおります。はい。じゃん。まずはこの丸満さんの図案スケッチブックですね。スーパーカブとのコラボ商品も出てたんですが、残念ながら今完売でですね、手に入らない状況ですね。で丸満さんはカブのスケッチブックのバージョンも今増産すると言っておりますので、まもなく手に入るかと思います。買われた方いますか、スケッチブック、株の。あ、あれあれ、あ、もう貴重品ですよね。380円なんですけどね。はい、はい、なんか増産楽しみですね。あと、まあ、東京タワーですね。あ、東京タワーの60年、はい、それから三菱鉛筆ユニ、まあ、これは高級バージョンの鉛筆でしたね。はい、はい、あと今日は皆様の方にもお配りいたしました日清食品のチキンラーメン、まあ、このチキンラーメンがね、まあ、カブよりも有名なんじゃないかなと思いますが、はい、どちらも身近でね、なんかツーリングにも持っていきやすいですもんね、チキンラーメンね。はい、では、はい、では初代スーパーカブ C100 に込められた数々の、まあ、開発ストーリーと、こちらの方を紹介していきます。まあ、たまたま今日は125cc、まだ市販予定車なんですが持ってきました。これは初代スーパーカブ C100 の、デザインをですね、まあ、オマージュした、なんとなく古くて新しいといったような、はい、C100 にも通ずるような、色柄のまでですね、採用します。はい、まあ、私が別に開発したわけではありませんので、本田宗一郎さんとか、あと初代の、開発スタッフからいろいろ聞いた話をですね、私の方は、まあ、語り部として、皆様にご紹介しようと思います。はい、高山さんだからこそ話していただける内容ですね、今日は、ね、ただ流れていただけですねはい、まずは、はい、こちら、まずはこの、レッグシールですね、まあ、カブの代表的な、ドレーキなんですが、実は南極観測隊の水位と非常に縁が深いといったところです。はい、ソリとレッグシールドってどうつながって、実は昭和20年代後半にですね、南極観測隊から本田技研が頼まれまして、雪上車のソリの部分ですね、先端のソリの部分、これが金属ですともうダメなんで、樹脂で作ってほしいと。で本田技研としましてはそのソリの部分を樹脂で作って、南極観測隊用に収めたと。で当時ってなかなかの樹脂素材ってなかなか世の中に出回ってなかったんですね。で南極観測隊用に、作った樹脂の素材がですね、工場にたくさん残っていたと。でその素材を一部利用したジローというですね、全天候型のでっかいスクーターを作ったんですね。で残念ながらそれでジローはですね、売れなくてですね、失敗に終わりまして、生産がすぐ終わりました。ところが工場にはその樹脂の素材がですね、山のように、残っていたと。で何にも使い道のない樹脂だけが残っていたんですが、まあ、スーパーカブの素材の、開発の時に、このレッグシールドはぜひ樹脂で作りたいと。でそこで開発担当者が工場内を探しましたら、まあ、樹脂が山積みになったものがありまして、でそこでいろいろ相談したら、まあ、待ってましたという形でその樹脂についていろいろその聞いてですね、なんとかその樹脂で作れるような、会社の合が下りたと。まあ非常にまだ苦しいんですが、その南極観測隊用に作ったソリ用の樹脂素材、それがスーパーカブの、素材は違うんですが、いろいろ仕事に役立ってきたということですね。面白いですね、つながっていくんですね。そして、まあ、このレッグシールドは、はい、セクシー科学さん、ホンダの研究所に近いところにセクシーさんがいましたので、セクシー科学さんと一緒に作りました。
スバルの車の。そうですね、はい。スバル360も、はい、同い年60年になるんですが、このルーフにですね、彼の、素材とはちょっと違うんですが、ここでも積水化学さんの、開発した樹脂部品がですね、車に使われていたというふうですね。はい、いろいろ樹脂つながり広がっておりました、ね。はい、あとは、当時はその赤ちゃんのスプーンとか、はい、コップの内部にですね樹脂が使われていて、大きな樹脂製品ってなかったんですね。しかしこういった大きな、樹脂製品を作る技術が、確立されたということで、その後に積水さんは、ポリバケツとかプロタライとかそういった大きなものまで、作れるようになりました。確かにね、はい、はい、そうですね。バケツなんて本当に、僕らの小学校の時はバケツはブリキだったんですけど、今ではね、はい、ブリキなんか使っているところはありませんから、積水さんはこの壁の技術によって、日常生活も変えていったと、うんうん、いったことになりますね。はい、はい、そして、はい、C100 の車体色は、はい、こちらも非常にこう似てるんですが、当時のデザイナー、木村丈三さんに、直に聞いた話なんですが、まず日本は海に囲まれてますと、四季、非常に風光明媚ということで、車体のブルーは日本の秋の空と、海、それをイメージして作られたと。非常にね、なんかね、純和風でね、ロマンチックですね。そうですね。あとこちらの方にありますように、はい、シートがね、はい、こうちょっとこう深みが上がった赤なんですけど、はい、こちらの赤は、はい、このシートの赤はですね、はい、外国映画の、旅情というですね、キャサリン・ヘッバーンの主演の、映画に出てくるシーンで、ベネチアグラスにワインを注いだ時に光をまっさした、その赤のイメージをなんとかシートに取り入れたかったというふうに木村さんがおっしゃってましたね。当時やっぱりカラー映画自体がすごく貴重だったというか。そうですね、当時はカラー映画が貴重でしたので、我々の世代ですと総天然色というね、それがもうすごかったんですね。はい、はい、その中でやっぱ赤すごくドラマチックだったんでしょうね。でしょうね。非常に記憶に残ったと思いますね。はい、はい、それとこれは皆さんご存知かと思いますが、今でもスーパーカブは、一部のレトロカブを除きますと全部17インチを採用します。当時の日本には17インチという対応サイズがなかったんですね。で、研究所で改造しますと、またがった時の足跡性とか、あとは取り回しの小回りのしやすさとか、いろんなことを考えると17インチしかない。で、18インチではダメだと、16インチでもダメだと。で、17インチにこだわっていろんなメーカーさん当たったんだけど断られて、で最後に井上組工業さんがなんとかやってみましょうという形で、井上さんが初めてスーパーカブ用に、17インチのタイヤを作っていただいたと、はい、それありきでスタートしたということですね。そうですね、はい、なんか今年もね、井上さんがカブのタイヤを作って60年なんで、なんか私が聞いたところですと、夏目台に井上さんのなんか特製の60周年の、キャンペーンをやるように聞いてます。さすが高山さんならではの情報でございますね。はい、で、スーパーカブにつきましたら、お蕎麦屋さんが片手運転でもできるようにという形で自動遠心クラッチを作ったんですが、世の中の半分は女性ですので、女性の方にも乗っていただきたいと。で、ここはですね、女性にも乗ってもらいたいなら増物を隠すようにしなさい、こちらの、本田宗一郎と二人三脚をやったの藤沢太平というですね、営業責任者、この奥さんがですね、藤沢さんに直接言ったような言葉だと。つまり増物って島田さん分かりますか？増物って何でしょうね。やっぱりこう中身ってことですよね、うん、内臓ですからね、はい、バイクで言うとそのエンジンなんですね。はいはいはい、つまりエンジンイコール増物が、女性の視点では丸み色となんか音が出るし熱そうだし、うんうん、そういうちょっとこうなんか引いちゃうというね、そうですね、そうなイメージ、はいはい、確かに
やっぱりちょっとカバーがあるだけでね、いろいろ安心感は女性はありますね。ちょっと引っかかったりしたら怖いなとか ね、女性ならではですけど、外から見えないようにしながら動かしやすと、言ったことを非常にこだわった、なるほど、はい、これですね。はい、女性の声もちゃんとね取り入れて開発されたんですね。すごいですね。はい、はい、ホンダが出前機の製作を断念した理由、今あのマリシンさんでね、お蕎麦屋さんとかラーメン屋さん とかで非常に活躍している出前機なんですが、まあ、実はあの最初研究という人たちが自分たちの出前機の、研究をして試作品を作って、当時の、まあ、本田宗一郎に、こういうんで作ったこれは結構生きるぞとで提案しましたと、そういったところ、本田宗一郎はいやそれはお前がやるなと、俺らがこの商品本体を作ることに専念しようと、そういったあの、パーツについては本体以外のメーカーさんが、考えて作ってくれるから、そうすれば、ホンダは本体で儲けて、部品についてはホンダ以外の部品メーカーさんが儲かると、その方がいいだろうという形で本田宗一郎は、ここに旅立ちをしたと。すごい発想ですよね、寛大ですよね。自分は、まあ、今ではね何でもやっちゃいますけどね。まあ、それであの今までに本田技研が、はい、スーパーカル用の出前機を作っていないというのが、まあ、ここにねルーツがあったんですね。はい、そういうわけだったんですね。そしてはい、はい、今あの鈴鹿に製作所があるんですが、今はあの4輪を作ってます。もともとはこちらのスーパーカブを作るためだけに、作った工場なんですね。でこの工場を建設した背景には一杯の冷たい水がというね、なんかこう謎かけのような、う気になりますねこれね、はい、まあ、あのスーパーカブが大ヒットする前にですね、絶対これを入れると、で大量生産できる工場を作るんだということで、特に、中京地区とか関西地区とかいろんなところを候補地に挙げて、視察をしたと。で視察はあの直接本田宗一郎がやってました。で工場を作るにしましてはやっぱり輸送の関係とか、あと輸送するためにはその港が近くなきゃいけないとか、あと工場に一番大事なのはやっぱりその、水なんですね。結構水をたくさん使うんですね。ですからそういった水を便利と、あとはその当然地元から歓迎されないといけないと、まあ、そこであの生活省を定めてですね、行ったと。で地元としましてはね、はい、そのまだ本田ってそんなに大きくないんですけど、でっかい工場を作ってくれればその地元の経済も潤いますし、雇用もできるといったところで、ぜひうちに来てほしいと。で当然、本田宗一郎と一行が行きますと、当然その建設予定地を見る前に、両手にお連れして、で盛大なね歓迎をする、はい、でその後に、まあ、用地を見てもらうと、まあ、当然そういうね当然そうなりますよね、はい、流れなんですが、はい、ところが鈴鹿に行った時はですね、最初に出てきたのが、まあ、今日みたいな暑い日だったらしいんですね。で冷たい水が出てきたと。でそれが非常にその美味しかったと。で本田さん、すぐ現場に見に行かれますか、それとも料亭でお話ししますかって言った時に、まあ本田宗一郎はすぐ現場見たいと。でそういった時に、7月もですね全部用意されていたと。ですぐ現場に行ったんですが、まあ山のようなね本当に何もないところですから、でそこで、一体どのぐらいかの広さなんでないっていうふうに、鈴鹿の方に尋ねると、で鈴鹿市役所の、まあ、市役所なのかな、 町なのかな、でその担当者の方がなんか大声かけると、向こうからですねどんどんこう旗がですね上がったそうなんですね。で本田さんのあそこの旗からあそこの旗までが、工場の予定地ですよと。すごいですよね、まあ、そういったね非常にこう丁寧に遅れかけないで、はい、提案をしてくれたと。でそこでもうすぐそこに決めようと。すごい、なんかちょっと長くなってしまったんですが、いやいや、はい、貴重なお話かなと思いますね、すごい丁寧な
ですね、はい、準備をして待っててくださってたと、はい、はい、先ほども、はい、ちょっと言ってましたが、ね、このスープ缶についてはもう販売した当初からもう大量生産でいくぞと、まだヒットの兆し見える前なんですが、すごいですよね、あの大量生産さんですね、はい、それとあの大量生産でコストは取り戻すから、とにかくその研究陣にはコストは気にするなと、いいものを作れと、でお前らが作ったいいものは大量生産でコストは下げてお客様に、お店に安くするかっていうね、まあ今ではちょっと考えられないような、そういう指示のもとに作られたと。そうですね、はい、結果でも本当に1億台までいったという、すごい、なんか結びついていくのかなという気がしますが、そしてね、身近な価格で私たちも入手できるっていうのは本当その通りですよね。はい、ここでですね、スーパーカメの誕生日という、まあ、いろんな説があるんですが、まあ、これについては簡単に紹介したいと思います。はい、はい、さて、スーパーカメの誕生日がはっきり分かりませんと、私もですね、長年いろいろ人に聞いたり、うちの社報を見たり、いろんなものを育ててるんですが、あの当時はの発表発売という正式なあのこう文書がないんですね、まあ、今では、ね、これも まもなく発表なんですが、はい、発表日が誕生日、もしくは発売日が誕生日なんですが、スーパーカメラですね、残念ながら誕生日というのははっきり分かりません。はい、で、ホンダの社内報では6月17日に和光でまず生産したといった一行文があります、はい、でこれは、ね、試作車なのか、まあ、多分量産ではないと思うんですが、この記述があってまだはっきりしないんですね。なるほど。で7月3日に大々的に予約に宣伝したと、これもですね、当時 の読売新聞等に、一面広告しまして、で今年の秋発売というだけ書いてあるんですね、はい、ですから、あの今でもってスーパーカブの誕生日は分かりません。はあ、そうなんですね。でこじつけでですね、8月1日にしようとかいう人もいるんですが、はい、まあ、それはやめてよと、はい、であの本来は1958年8月発売としていますので、まあ、8月を誕生日月というふうに我々では考えています。なるほど。では、あと、まあ、約2ヶ月で60歳という誕生日月ですね、月だとそうなるということですね、はい、でこれはですね、ちょっとした余談なんですが、はい、まあ、あの実際のエピソードなんですが、あの当時、研究所があったの埼玉県和光市の住所は白子というですね、白子研究所というところで、住所は白い子供と書いて白子でした。で鈴鹿製作所の、物容器は近鉄線ですと白子なんですね。同じ、まあ、白い子供と書いて白子と、はい、はい、まあ、あの本田が関係する、施設の住所に白子と白子があると。すごいですね。そしてで、あれよく別の、まあ、白子なのか分かんないですけど、まあ、行ったと言える説もあるんですね。いや、これ怖いですよね。どっちにもちゃんと本当に、ね、こうですね、かまつわる場所があって、はい、明日ここでして、文字だけでもし情報を得たときに、はい、どっちなんだろうという。まあ、これはね、あの、本田の社員名しかね、知らないエピソードかもしれませんけど、まあ、実は今日、あの、見たのは、ここは大津なんですね。はい、で熊本のカメカメミーティングは、制作ですから、あそこは熊本県大津なんですね。同じあの大津って書いて大津、熊本県は大津なんですね。そうですね、はい、字が同じですもんね、そこもね。ですから今度は大津でやるぞっていうと、はい、熊本なのかな、滋賀県なのかなっていうね、そういうふうに感じますのかも分かりませんね。あの世界ですので、このスーパーカブ C125 こちらの方を簡単に紹介いたします。発表はまだです。夏までには正式に発表したいと思います。お値段についてもまだ公表できませんが、結構高そうに見えますよね。
実際高いです。はい、申し訳ございません。まあ、125cc エンジンで4スクミッションで、まあ、この通り出てきますので、はい、非常に新規パーツが多いと。で、電動の、シートオープナーとか、はい、そういったところも、まあ、スーパーカブに初採用します。まあ、これでね、新聞配達をする人はいないと思います。まあ、カブを本当に、パーソナルとして、ちょっと気取って、時もいいのかなっていうね、そういう感じでなってますね。で、色もですね、このままの状態で出てきます。このままの色で、配色で、はい、はい、されるということで、ちょっとね、昔の兜も重なるところもあり、はい、なのに新しいところも盛りだくさんということですね。そうですね、はい、はい、楽しみでございます。発表前に見れてるってちょっとね、なんかラッキーな感じがしますけれども、今ね、実際にまたがって、いいやつは日本に2台しかないですね。そのうちの1台は今日ホンダモータースポーツデパートさんの方で持ってきました。ありがとうございます。ぜひ皆さんね、近くで見てちょっと触れて写真撮ってお帰りください。あと、まあ、こんなのね、主な予定でございますが、はい、まあ、8月なら誕生月ですので、アレルムの本社で、特別展をやろうとしています。まだ内容はこれからなんですが、はい、あと10月には、カフェカル九州、熊本製作所で行う予定です、はい、で11月には、まあ、カフェカルの青山と、はい、で、今年はですね、カフェカルパーティー中島さんの、頑張りで、7月の後半に北海道で初開催と、はい、はい、いうことがありました。そうですね、北海道でカフェカブあるそうですので、告知ぜひ皆さんチェックしてください。7月予定です。そうですね、はい、鈴鹿八隊と同じ、先週日曜日のはずですね、はい、はい、そして60周年を記念して本日受付の方でも配布をさせていただきましたが、ステッカーを用意してくださって、ね、はい、今回は、江口久志さんに、書いていただいたステッカーをですね、今日ここで配るために急いで作ってくださいと言って作っていただきました。で、ステッカーを、今日ここと、あとは宮城県の相撲でイベントやってるんですが、その2カ所で初めて配ってます。したがってまだ誰も持ってないステッカーですので、はい、あまりネットで売らないでくださいね。被害品ですので、はい、よろしくお願いしたいと思います。どこかね、いいところにペタッと貼るといいかなと思います。はい、では、高山さんからのお話、ね、はい、以上となりました。まあ、皆さんに、はい、スーパーカブにつきましては、もう60年ですね、非常に長い、歴史を重ねてまいりました。で、昨年1億台を迎えまして、この1億台60年があるのは、まあ、皆様一人一人が、一台一台をきちんと大事に乗っていただいた、まあ、その積み重ねかなと思ってます。まあ、スーパーカブにつきましては60年といわず70年、80年、皆様と一緒に、歩んでいきたいと思います。若い方もですね、たくさんいらっしゃいますので、スーパーカブの70年、80年、90年と、長く続きますように、一つご愛顧の方よろしくお願いしたいと思います。あと今日はこの後ね、いろんな商店もお楽しみにしてください。それと最後、皆様のご自宅に、まあ、無事で帰るといったことがこのカフェカブの趣旨でございますので、一つ安全運転で、帰りの方も楽しみながら帰ってください。はい、今後ともスーパーカブホンダをどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。皆様、高山さんにも一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、以上でバイクフォーラム終わりとなります。この後はですね、2時半よりお待ちかねのカフェカブコンテスト表彰式とじゃんけん大会をやらせていただきます。これから投票の
票が入っている株を移動し始め、もう始まっているかな、ちょっとわからないんですけど、移動し始めるかと思いますので、皆様しばらく、進んでですね、お待ちください。ちょっと曇ってきて、ちょっと助かりますね。はい、くれぐれもちょっと熱中症にお気をつけになって、またここに来ていただければと思います。どうもありがとうございました。